ウバーは、検問の類にて、南東雑は、ウバーは、天見大島に伝わる妖怪。外観、性質ともカッパに似た妖怪。山野で人を迷子にするなどのいたずらを働く。カッパ同様に頭の皿に力水が入っており、これを叩き落とすと力を失って消えてしまうという。同じく、天見大島の妖怪である検問とともに、元は人間であり。 7歳と5歳の兄弟のうちの兄が、剣文、弟がウバになったという言い伝えもある。あるいは剣文と別の妖怪なのではなく、剣文の現れ方の一つが、ウバ母だと説明される。実際、江戸末期の第一資料、南東雑話には、水、剣文の一種と題し、ウバ母は、剣文の類似てと記述されている。長野県に伝わる妖怪のウバと、 同発音だが、関連性はない。うば遠いは、天見大島に伝わる、音の会い。主に山で起きた現象で、磯辺や浜で起きたとも言う。一人で道を歩いていると、不意に後ろから、ウイと声がする。足を止めて振り向いても誰もいないので、再び歩き出すと、また、ウイと声がする。これは、うばーの仕業であり、うばが、ウイと声をかけるので、うば遠いと呼ばれる。 ありがとうございます。